ケディッツは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、豊富郡に属する町村で、豊富市の北西5キロメートル連邦道 B173 沿いのバイエルン北トラントに位置する。この自治体は、フランケンバルト自然公園内にある。この町は、公式には16の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ケリッツが 初めて文献に登場するのは1359年である。かつてのプロイセン王国バイロイト公領のアムトは1807年のティルジットの和訳によりフランスの管理下に置かれ1810年にはバイエルン王国領となった。1818 18年のバイエルン王国の行政改革に伴う自治体例で現在の自治体が生まれた。1978年に それまでは独立した自治体であったブルネンタール、ヨディッツ、シュレーゲルが合併した。この地域の人口は1970年2411人、1987年2209人、2000年2814人であった。主張はマテアス・ベイヤーである。彼は2002年にベルナー・ハースからこの職を引き継いだ。町の中心部にある防護壁、橋、 小灯を持つ小さな自営協会は文化史上特筆に値する。この協会は町を形成する際の中心となった。ケディッツ駅、ケディッツには、ホ富フ、バーと指定弁管を結ぶ鉄道路線の駅がある。ヨディッツ地区にはアウエン湖がある。湖の周囲は日光浴のための広い草地や遊泳地となっている。湖に面してキャンプ場もある。 ありがとうございます。